あ、そう、クオリティオブライフ、僕これをマジで大事にしてて、クオリティオブライフを。そうだから昨日とかもヒゲの脱毛、あ、ヒゲの脱毛って言っちゃった、もういいや、ヒゲの脱毛行ったの、あのもう無毛が良くて、僕ね顔の肌だけはねすごいツルツル、女の人みたいな肌で痛くてさ、あとね、あのやっぱね顔に刃物をやるのはちょっと怖いんだよね。やっぱね男はみんなヒゲ生えちゃうよな。男の人はよくわかると思うんですけど、ヒゲはねおしゃれ伸ばしたらかっこいいんだろうけど、それ以上にめんどくさいし、まあ下もね今は脱毛する人多いらしいけど、やっぱ産毛とかね武将髭みたいなのはちょっと生えちゃうから、そうだから脱毛した、めっちゃ痛いかったけどまた行かなくちゃいけない。脱毛はね前から言ってる、今さらもう結構言ってるよ。どこ脱毛してるの？内緒よ。美容医療？え、医療だと思う。え、美容なのかな？ちょっと違いわかんねえや。脱毛ってどんな感じ？行くといて。ちょっと言葉遣いが悪くなってしまいました。失礼いたしました。脱毛はクソいて。前も話したけど、あの電気鞭で何回も縛られてるみたいな痛さしてる。僕多分手出る。いやまあよくあるさ、痛くない脱毛とか多分あると思うよ。僕がしてるのはねそんなんじゃない。もうそんなんじゃないよ。いや麻酔するよ、麻酔しても痛えのよ。なんなら最後の方麻酔切れてねってなる。永久脱毛もちろん麻酔してもあのふわーんって言っても手の感覚とかもなんか曖昧になってるのに痛えのよ。え、でも僕ね麻酔効きにくいんよな、ガキの頃から。そういえばさ、すっごいエッチな、エッチっていうか、まあ仕方ないけどな話していい？仕方ないけどエッチな話していい？あの脱毛をさしてるわけじゃん、まあ配信でたびたび話してるから脱毛してるって。でさ、あの下の毛の脱毛もしてんのよ。してるっていうか毛量を調節するみたいな、脱毛してるっていうか、なんか整えてんのよ。整えてるっていうか整えることにしたの。そしたらさ、あの脱毛するときってさ、その脱毛を施術する箇所の毛を全部剃んなくちゃいけないのよ。もうおのずと話が見えてきた人もいると思うけど、いや男でもね結構やった方がいいとされてるものではある。ツルツルにしたいわけではないんだよ別に。ただやっぱさ、ある程度形が綺麗というか毛量とかもバランスが、いやわかんないよ、どれぐらいがバランスが良くてどれぐらいがバランスが良くないかわからないけど、なんかある程度こう整えておきたいっていう気持ちもあって、なんか仕方なく下の毛を一回全部剃んなくちゃいけないことになって、えぐくもないと思うんだけど、多分あのね、まだまだこうすぐエッチにしたがるリスナーさんからするとちょっと刺激の強い話かな。めっちゃ痛くない？いやクソ痛え、実際クソ痛えらしい。でもヒゲと同じぐらいの痛さらしいよ、知らんけど僕まだ。いやツルツルにはしたくないな、ツルツルにしたいとは思わない。いや違う、なんでさ下をするかってさ、下をすると5000円安くなったんよね。まあ整えるのありかなって。今は男性の方でも整えてる方多いんですよ。え、ああそうなんすね。で今これ入れてもらえると、あの安全セットってのが出て5000円でお安くできるんですよね。あー、じゃあそれもお願いしていいですかみたいになっちゃったんだよな。清潔感あっていいよな。まあそう、あのね将来的に清潔感があっていいんだよ。先に言うけど、あのツルツルにするわけではないから。脱毛、え、てかさ VIO やったのよ、この前話したじゃん、 VIO 脱毛行くっつって。でまあ1回目行ったわけよ。あのね、あのまあ個人、なんかめっちゃ痛かった。ちなみに過去最痛だった。ちな、もうくっそ痛い、マジでビビるって、痛すぎてめっちゃ痛かったよ。ちなみにほんまに痛かった。あ、マジで痛い。あのね、ヒゲの脱毛とか気になんなかったね僕は。なんかね、何、先入観もあると思うけど、
僕なんか本当に VIO 脱毛してる全ての人に尊敬の念を抱いたもん。あの男の人で VIO ってどうなんだろうなって思う。正直あの惹かれんの怖くね、いざって思うんだよな。まあ男多分ね、この話を聞いた男の人はいやそれやばくないって思うと思うんだけど、いや僕ね警備解放じゃない全然。あのね、ちょ男に話していい？男の子に向けたんですけど、なんかね僕も抵抗すげえあったんだけど、あのなんかネットで調べると女性の方は割とね、いや全然いいと思う派の人が多かった。僕も調べたけど、でもあのね何よりもね自分が楽な感じしたわ。パンツ履いてるときすげえ楽よ。ちなみにあと何がとは言わんけど、でっかく見えるらしいぞ、ネットで調べたが曰く。行ってこい。すっげえ痛いけど、でも僕は耐えれる痛みだって。僕は痛みに弱いんだけど、僕は耐えれる痛みだって。行ってこい。またあの行ってきたらまた今度話聞かせてくれ。おじには僕も脱毛した段階でイケおじにはなれない。イケおじの将来を切り捨てて脱毛行ったからな最初。でもそれもまた一つの手だよな。でも脱毛って痛いって聞くけど痛いのやもう激痛だね。僕全身結局全身行くんだけど、もう下の毛までだよ。え全身もう本当にじゃあもう点々の毛までもう点々の毛まで。なんで今回は点々にやったんだよ。そうもういいの毛ももう深夜だし、いいもやめて。点々もいいもね。丸ごとやね、丸ごと。そうや、痛そう。痛えよマジで。ヒゲも結構痛いんだろうけど、やっぱね、はいはいはい、VIO 俗に VIO はバカ痛いね。信じられないぐらい痛い。ちなみにけど楽。いやでも実際どうなの、そのなんか別にメインパーツをいかれるわけじゃないじゃん言ったら。そのはい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 。いやでもねやっぱ肌が敏感なんかな。ああはいはい。なんかね他の箇所と痛さがねまるで話が違う。薄いんかな皮が。まあそれもあるかもね。うん。じゃあもうすねとかもツルツルな。そうだよ、ツルツルだよ。わあ。わかんない、将来もしかしたら僕スキンヘッドになってる可能性もあるからね。そんな